こんにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。今日はスーパーバトルロードカメハメハのみ挑戦か、こちらに挑戦していきたいと思います。はい、パーティーはこちらでやってみようと思います。リーダーは私が持っているカメハメハの中で一番強いであろうこちらのゴッドコンビにします。変身してアクティブでクリアーみたいな感じにできたらもう最高だな。うん。そしてフレンドさんキャラはこちらのゴッドコンビお借りしたいと思います。そして地の悟空ベジータも極限させました。こちらも入れていきたいと思います。多分めちゃめちゃ強くなったんだろうなぁと。アタックとディフェンス 180% アップですからね。うん、こちらにも期待して入れてみます。はい、それではやっていきたいと思います。今回も声は後取りで入れております。はい、登場演出です。もうこれはね、何度も見てますけれども、いいですね。でもね、1日1回に設定してますかっこいい。はい、並びはこんな感じですね。うん、まずゴッドを一番最初に持ってきます。もうね、みんな強いからもうどう並べても大丈夫な気がするんですけど。そしてウィスを使います。そしてね、敵の属性を見ながら攻撃する敵を選んで、なるべく必殺打てるようにしてやっております。さすがにゴッドコンビは強いよね。うん、ほとんどダメージ受けません。そしてアタックはどうでしょう。おお、会心が出て、うん、すごいね。もうほとんど HP なくなってます、さすが。そして今回はこれ1戦目なんですけど、1戦目のターン1、そして3戦目を見ていただきたいなと思います。兄弟カメハメハ、この2人もねすごく好きなので、カメハメハカテゴリーなら絶対入れたいキャラですね。はい、という感じでやっていって、次はね3戦目を見ていただきます。もうね HP がやばいんですよ、今ほとんどなくて。なのでもう3戦目最初に回復させなきゃということで、はっちゃんを使います。はっちゃん使って、そしてダメージ軽減もウィスでしていきました。もともとのディフェンスも高いので、これだけやればねかなり安心だと思うんですが、どうでしょう。はい、ゴッドは超必殺が打てます。うん、結構まだね、私考える時間が長くなってしまうので、だいぶ動画カットして短くしているんですけれども、それでもね、慣れてる皆さんからしたら、うわーゆっくりだなーって感じると思うんですが、その辺本当に温かい目で見ていただけたらなと思います。私もでもちょっとずつバトルロード慣れてきたと思うんですよ。なので今年は本当にどんどんスーパーバトルロードや極限スーパーバトルロードをやって、動画もねたくさん作っていきたいと思っています。そしてミッション報酬の LR 悟空ブルマ、あれが本当に欲しいので頑張ります。はい、このゴテンちゃんもねだいぶディフェンス高いから安心ですね。そしてポタラの2人が回避してくれましたね。中確率回避ですよね。すごいね、2回とも避けてくれた。これってカメハメハのみ挑戦かですよね。でも敵がカメハメハですよねカメハメハがカメハメハをやっつけるみたいな感じなんですかね。私はやっぱりカメハメハのカテゴリーのキャラが一番好きかもしれない。あ、まあブルマはね例外として、ブルマはやっぱり一番好きな、ドラゴンボールで一番好きなキャラなんですけれども、うん、やっぱりこうチームを組むのはねカメハメハが楽しい。あとはピチピチギャルかな。ピチピチギャルも最初にスーパーバトルロードやったのがピチピチギャルだったんですよ確か。まだまだね全然分かってない頃に
挑戦して、一番ね、やりやすいよって教えてくださって、皆さんがでね、クリアできた時はやっぱすごく嬉しかったな。懐かしいな。皆さんはどのカテゴリーのキャラが一番好きとかあります？やっぱりね、みんなそれぞれだと思うんで、よかったらコメント欄に書いてください。皆さんのお話を聞くのを私すごく好きなので、教えていただきたいな。はい、と言っている間にもうだいぶ敵の HP が減ってきました。そして自分の HP も減ってきましたそしてまたハッちゃん使って、今度はヘビ姫も使っております。もうね、最後の方に来ているので、アイテムしっかり使ってやっています。もうね、出し惜しみをしてはいけないということは分かりました。アイテムに関しては足りなくなるとね、すごい困るんですけどね。多分このカメハメハは大丈夫な気がする。もう3月になりましたね。暖かくなってきました。関東の方は多分ね、北海道とか北の方はまだ雪なんでしょうけどね、大変だなぁといつも本当に思っています。春はね、花粉がすごいですからね、花粉症の方きっと多いと思うんですけども、大変じゃないですか。今年は例年より花粉が多いという話を聞いたんですけども、なんか毎年そんなことを言っているような気がするんですが、気のせいでしょうか。私はね、幸いそんなに花粉症ではないので大丈夫なんですけども、花粉症ひどい方は本当に大変だろうなぁと思います。ゴジータのビッグバンカメハメハ、これで花粉も飛ばしてくれたらいいのにね。はい、そろそろラスト、クリア近づいてきました。ゴッドコンビの変身、そしてアクティブが打てるんですよね。遊んでやる、このベジータのセリフ好きですね。かっこいいですね。はい、そして合体します。はい、やりました。 KO です。もうこれはね、最高の終わり方でしたね。スーパーバトルロード、カメハメハのみ挑戦か、私にもクリアできました。やりました。長い時間ご視聴本当にありがとうございました。そしてお借りしたフレンドさん、本当にお世話になりました。ありがとうございます。またスーパーバトルロード、そして極限スーパーバトルロードの他のステージにも挑戦して動画にしていきたいと思います。それでは今日もご視聴ありがとうございました。次の動画も絶対見てくれよな。